こんばんは、春風旅行者の佐藤でございます。今回はノルウェーですね。私ども春風旅行者はですね、一番ポーランドが好きなんですけども、その次に好きなのがノルウェーなんですね。今回そのノルウェーのですね、ちょっと満を持してみたいな感じなんですけれども、テレマルク運河というのをご紹介してみたいと思います。テレマルク運河、普通の運河がなんかあるのって感じなんですけれども、このテレマルク運河というのはですね、実はこれなんですね。いわゆる水門ロックと呼ばれるものでですね、この、船が坂道は走れないので、そこをこう越えていくためにですね、こう階段状にして、高いところから低いところへ、またその逆へというふうに流通する、このシステムですね。パナマ運河のちっちゃいやつだと思っていただければいいんですけれども、このテレマルク運河ですね、一体どこにあるのかということなんですが、こちらノルウェーの地図ですね。ここに首都のオスロがあります。でですね、このシーエンとそれからキーエン、ダーレンですね、失礼しました、ダーレン、この2つの間を結んでいるのがこのテレマルク運河なんですね。でここもうちょっと拡大してみます。このダーレンとですね、それからシーエン、これ間にですね、いろいろちょっとこう水色のものがあると思うんですけども、これはですね、ノルウェーだからといってフィヨルドじゃないですよ。これはですね、湖なんですよ。でいくつかの湖、大小の湖がたくさんあるんですね。でそこをつないで、そしてまた高さが違うところはその水門ですね、ロックを使って船を上下させながらつないでいくと、それがテレマルク運河なんですね。でテレマルク運河はですね、本当にこんな感じですね。これここに船があって、これ降りてきてるところなんですけど、上の方にもまた船があるのをご覧いただけると思うんですね。でですね、これが一番ロックとしての高さの大きいものでですね、距離は105キロ、もしくは100キロちょっとぐらいなんですけれども、全体の高さとしては72メートルぐらいの高低差があるんですね。一体なんでこんなものを作ったのかということなんですけれども、ちょっと一回地図に戻しますね。これが作られたのがですね、大体1850年から90年にかけてなんですね。一体なんでこんなものを作ったのかということなんですけれども、このダーレンというところはですね、林業とかですね、木材ですね、林業盛んで、木材、要するに木を切ってたんですね、木こりさんが。で当時1800年代ですから、もう当然チェーンソーなんかないので、ノコギリで木こりを切ってたんですけれども、その木をですね、製材所のあるこの辺りですね、この辺りまで運ばないといけない。で湖を使ってですね、非常に重量物で大きいので、もう水に船を使うか、もしくは、木材の場合にはそのまま水に浮きますから、この湖をですね、こちらまで持ってきて、そして次の湖に落とすという形でやってたんですね。で湖の端っこまで来るのはいいんですけれども、そこから落とす時にですね、次の湖まできれいに落ちればいいんですけども、中にはですね、どっか引っかかってですね、湖とは全然違う森の方の中に行ってしまったりとかですね、結構そういう散逸する木材っていうのもあったらしいんですね。でそれじゃちょっと経済的にせっかく来たのにみたいな感じでですね、じゃあこの水門を作ろうということで、これが作り始められた。それで木材は一箇所に集められて、水を抜いて下の方にこう下ろして、同じ水面になった時に次の高さのこの水面にこうずっと降りてですね、水面に行くとこういう風な感じになったんですね。そうやって水門を作って、最終的に1890年頃に水門が完成する、今の形になるわけなんですね。で当時はですね、まだトラックもなくて、アメリカで車ですね、フォードさんが T 型フォードを発売したのが1908年かそのぐらいなので、1800年代というのはもう輸送は馬車か船か、鉄道が通るところがあれば鉄道なんですけども、この辺り鉄道ないので、もうで山から降りてくるわけで馬車も使えない、だいたい馬車で木材運べないですからね、もう水もしくは船を使うしかなかったです。ということで作られたのがこのテレマルク運河になるわけなんですね。でですね、このテレマルク運河ですね、こういうふうにロックに入って、ロックの中で見るとこんな感じですね。これ今ロックが閉まって前から水がこう出てきてますよね。つまりこう水面がずっとここから上がっていくんですね。上がって次の
湖と同じ高さになると水門が開いて進んでいくと、まあ、そういうことなんですね。逆はまた水を向いて下がっていくっていうふうな感じなんですね。でですね、このテレマルク運河、実際にこう皆さんがですねご旅行して、まあ、楽しめるのはだいたい5月から9月の間なんですね。それはなぜかというとですね、その間はこういうですね観光船が、まあ、運航するわけなんですね。ですのでこういう船に乗られてですね、まあ、ただ105キロの道のりを水門がですね18個あるんですね。でそれを越えていくので片道でですね9時間半ぐらいかかるんです。ですから朝出て向こう着くの夕方っていう風になってしまうので日帰りができないんですね。まあ、日帰りするならもう途中でこう戻ってくるしかないんですけれども、まあ、こんな船に乗ってですね、そのまあ片道こういろいろこのノルウェーのこの周りのですね自然を見ながらこう進んでいくと。いやいやそうじゃなくてね、なんかこう自分でこうもたぼっと運転したりなんかそういうのできないのっていうのはお声もあるかと思うんですけども、あるんですよ。それはですねこういうまあプレジャーボートなんですけれども、あのこのボートはねレンタルされてるんです。ですから、このボートをお借りになって、まあ、あの搭乗人員がですね、まあ、多分まあ4人とか6人とか制限はあると思うんですけども、それにこのボートをレンタルされて、そしてまあご自身で運転されて進んでいかれると。ただあの国際ボート免許というのが必要になるので、それはですねまたあの実際あのご利用になられるときにはご確認をされた方がいいと思います。でなんかこうちっちゃそうに見えるんですけれども、この中ですね結構広いんですね。で奥の方をですね、この前方の下の方はベッドになっているので、まあ、あのその中でですねお休みいただくこともできますし、この辺りはキッチンがありますから、まあ、ちょっとしたお料理なんかもお作りいただける、まあ、2泊3日とかですねそのぐらいであれば、まあ、十分あの耐えられるというか、まあ、あのお過ごしいただける構造になっているんですね。いやいやもっとなんかこう自然を肌で感じるようなそんなアドベンチャーはないのっていうのがご希望もあると思うんです。ノルウェーはなんといってもアウトドアの国ですから、それがあるんですね。これ見てください。まあ、あの公園の千鳥ヶ淵の公園ボートみたいな、ああいう感じのボートのちょっと大きなものなんですけども、こういうパドリングボートですね、こういうパドリングボートでもロックに入って上がったり下がったりしながら次のところに行ける。でしかもですね、ここ見えますかね、赤いのなんですけど、カヌーがあるんですね。カヌーも OK なんですよね。カヌーも一人ですけどね、まあ、タンデムもありますけども、まあ、ノルウェーは本当どこでもカヌーができる国なんですけれども、そのカヌーに乗ってですねこのロックを上がっていったり下がっていったりっていうような楽しみもできるんです。でしかもこのテレマルク運河のですねこの、まあ、周りっていうんですかね、ここがシーエンで、ここからずっとこういうふうになって、ここがダーレンなんですけれども、周りにはですね、世界遺産があったり、もしくはですね、まあ、ノルウェー独特のあの文化のあるスターブ教会とも言いますかね、あの、アナ雪に出てきた教会ですけれども、そういうものがあるんですね。またしかもですね、大体その先ほど9時間半かけていくといった船はですね、あの10個ぐらいの寄港地がある、まあ、寄港地といっても湖畔の町で、湖の湖畔の町ですけれども、まあ、そういったところに立ち寄ってですね、まあ降りて例えばサイクリングしたりフィッシングしたりハイキングしたりっていうふうにいろんな楽しみ方があるんですね。でこの今回の動画1回だけでは全然テルマルク運河がご説明できてないので、今後はですね、まあ、ノルウェーの海ってだいたい1ヶ月前後に1回ぐらい回ってくるんですけども、まあ、テレマル運河ですね、今回からちょっとシリーズで何回かに分けて、例えば寄港地の世界遺産であったりとかスターブ教会であったりとか、またこういうこうあのハイキングの楽しみとかですね、そういったものをですね、まあ、少しずつ、まあ、何回かでご紹介してみたいと思います。それではですね、今回はノルウェーの、まあ、テレマルク運河の、まあ、あのちょっと大まかなつかみということでご紹介させていただきました。それではチャンネル登録お願いいたします。ありがとうございました。